き親番は奈良原となっております、うん、南三曲一本バーです、はい、いや確かにあんだけしかも第一弾を結構直行してましたからね。そうですね、はい、うん、なんかあいいこと言うね、はい、今のそいいこと言った。そうですか、ありがとうございます。直行してるってことはさ、なんかパーツを選んで、そうですね、いろいろと864って切ったわけで、あじゃあ早いバージョンだったもあるのかもしれないね、うん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 、さあこの曲のドラはウーマンとなっております。さあ松ヶ瀬はハクとチュンが問いつ、はい、初が1枚まさか出る。じゃなんかさ高くするときって人ってあんまり調光しないんだよね、うん、864って切って本一とか他の色に行くときに、うんうん、あんまり人は悩まなくて、安いテロのターツ選択の時に結構人は悩むんだよ、ね、うん今のは結構そっちな、なんか最近それ今思い出したら気づいてきた。なるほど。さあそして、3巡目に入ってますがどうだ、奈良原が手がいい、ドラドラなんです ね、 すよね。なんとドラドラのイーペイコも見える、はい、役がネックだけど、うん、チンを重ねては白田、これ松ヶ瀬さんきつい、痛い、松ヶ瀬さん白田さんマジできついこのもちもち、本当だわ。あのね選択あったんですよ。この阿部の白が今出る、さっき出てればねまたちょっと違ってたんですよね。これチュンが白も残してこういきますね。はい、うん、もうリャンピンイピンも払いそうですね。そうなんですよ、うん、でこれチュン白ポンだったら奈良原を止めれたんですよ。あ、はい、さすがにアホらしいんで、だけどこれでもう、まあ、奈良原が止まんなくなっちゃったっすよ。白田さんチュン切る未来一応ありますよね。カンチーソーが入ればってことですか。なんか単品系にしたいはしたいんで、うん、はい、したいはしたいんで、したいはしたい、はい、はい、そうなるかどうかは別として、あさあどうする。あないね、まあイピンか一旦、あー一旦イピン、なるほど、まあ、初引いたら数ワン3ワンみたいな、はいはいはい、はい、第三元効率、小三元は捨てる効率、うん、いいんじゃないですか、はい、さあだイピンとした松ヶ瀬です。さあこれです、どうですか、どうします、どうですか、チュンあるね、しごろありますよ ね、 あるね、これ十分あります、これチュンあるね、いや万蔵三面ちゃんで固定、まあ、しごろになるときはこれでもなるでしょっていうね、うんうんうん、シェルタの言わんことは分かる、で言わんとすること、さあスーピンアンコにしたのは奈良原、来たね、なんとこれで、いやこれ何に頼らないし、何はポンできるし、はい、強すぎるでしょこれ。見てください、シャンテンです、うんうん、松ヶ瀬、はい、リャンピンのポン点取ってないっす。確かに今リャンピン切られたことですよね、奈良原から。これちょっと勉強不足かもしれない。ちょっと熱くなってないですかこれ、大丈夫ですか。いやだ大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったら不安ですよこれは。さすがに松ヶ瀬さんにアンペアポンですよこれ。もう、はい、第三元に絶対してやるみたいな感じになってます、はい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 、これ、この形で。いやこれちょっと危ないですね。松ヶ瀬さん。これはあパスオか。これパスです。でもまあサブラソー引いたチューンですね。サブラソーが引けばってことですね、はい、唯一そこだけか。ただ松ヶ瀬さんチュンポンした後、うん、数万いっちゃいそうで怖いです。いやこうしたからには行きますよ。 だから行っちゃったら篠田さんがどうなるんだったらしいですよ。こうしたからには行きますよ。そりゃこれならローキューソーの両面に変化、取らなかったんですもん、はい、あの初動ならいいんですけど最初の動きじゃなくて白ポンの後スルーですからね、うん、これはなかなか嘘だ。これはこれもチューンありますね。ありますよ。一回リアンシャンテン戻して、はい、ローピンチーピン強いんで、あつもぎった、やっぱそっくりイーシャンテン崩したくないですね。まあ悪くないですよね、うん、どうだ。いやちょっと選択になった。イースーソーとローキューソーの選択。いやイースーソー皮がいい。あ、そうですね、リアンゾーが置いてある2巡目に、ーイーソー2枚、ローキューソーはバニー2枚、同じイースーソーは3枚だけど、うん、イーソーが良さそうに見える。あー、ね、老朽層にした。そうですね、安全もある。馬鏡自体は、はいはいはい、あ来た来たよ。本当だ、本当に来たよ。えこれ塩田さんがじゃあサブラソー引いたら危ないですよ。だから初2枚ですよ。初2枚ですよ。初まだ山2枚だから。本当だ。えでも塩田さんローソー来ちゃう。ああ松ヶ瀬さん。グッバイ、グッバイ松ヶ瀬です。グッバイ松ヶ瀬。塩田さんが辛い。あチートやった。チュン切りないですよこれで。もうこれチュン切るルート見えないルート。ああ正解した。さあ奈良原が強い。やってこれリーチでしょ。絶対リーチ。うん。いや黙ってんな。マジ？ペーコーだけ上がれる。マジ？ペーコーだけ上がれる。スチーマーの天杯が入っ
ガマなの？奈良原。え、マジで？チーマンならばイーペーコで上がれる。マジで言ってる？これチーマン一切れだよ。大丈夫？これ大丈夫か本当に。いや、わかんない。アベは数層短期のチートイス。これ大丈夫？何個した？何個した？ウッパーワンにするか。ウッパーワンだ。じゃあウッパーワンだ。マジで第三元ケアしてるじゃん。チーワンキープ。そういうこと？第三元ケアしてんじゃないこれ。ウッパーマンローマンキってダマじゃないこれ。ほら、これ第三元ケアしてるよ。第三元ケアしてるからのダマなのかどうかは分からなくないですか。いや、分からん。あと聞いてみようか。だってスチマンリーチしない理由ないじゃん。他に。そうですね。え、これ本当に第三元ケアしてんじゃないの？なんか空気出てんじゃないの松ヶ瀬に。なるほど。うん。あるよ確かこれ。さあどうする。ヤンマー。これだってパーマンなんてと。パーマン1枚切れ2枚切れか。でパーパン1枚、まあ、ウーマンはでもドラですね。ドラだな。1枚ずつか。1枚ずついる。いやリャンマンならトライツタか。どうだ。あ、本当だ本当だ。うー、続々のリャンマン。いや、数層はとりあえず1枚山ですか。安倍さんの数層短期ってこれ何、どういう理由があるの。何数層ってリャンマンでよくねえの。あ、初だ。これは無理だね。これ初だ。来ちゃったよ。来ちゃったよ。だからだからこれはあれだよ。安倍さんは結構松ヶ瀬のことあんま考えてなくて奈良原は松ヶ瀬に敏感だったのかもよ。ちょっと待って、これチュンないけど、リャンピン1枚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 スルーした1枚。リャンピンは1枚切れてるだけで山にいます、はい、なので小三元の天牌を入ってる感じですかね。そうですね、はい、リャンピン1枚います。奈良原さんはあの松ヶ瀬が役満州漂う中パーマンが上がれちゃうんで確かに地獄絵図ですよこれ。え、パーマンが白田さんはこれ貼ってしまえば いけますからね。はいはいはい、貼ってしまえばね。貼ってしまえば何も怖いもの、はいはい、なんと数層残り1枚を取りまお上手取ったのは阿部何数層短期って初期って分かんないよ。800、1600は、900、1700の上がりとなった阿部です。これマジで松ヶ瀬さんのあのストレスだけが溜まってます今そういう状況です。どう思います慎吾、これどう思う。確かにこれは第三元ないとはいえ松ヶ瀬さん分かんないですから。分かんないですからね。あると思ってますからね。なんだよその数層短期って。絶対持って絶対持ってますよ松ヶ瀬さん。後で聞いてみましょうか。なんやねその数層短期。やっぱこれじゃあもしあの場所に大井さんが座られてもやっぱりそうストレスマックス。違う、いやストレスというか何こいつの終わりです。だってスだって初期って大三元転廃させて数層ひょっこり相撲ですよ。たまんないっすよ。確かに。いやあれ初切れるん初切れるんですもんね、はい、安倍さんは初短期でリーチまであるよ。うん、そう。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますのでそちらもご覧ください。リーチ。